フリードリヒ・フランツ2・メクレンブルクは、ドイツのメクレンブルク・シュベリーン大公国の大公正史で、メクレンブルク・シュベリーン大公家課長。フリードリヒ・フランツ5世とも呼ばれる。最後のメクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ4世と、その日で、ハノーファー王大使、カンバーランド公、エルンスト・アウグストの娘であるアレクサンドラの間の、長男として生まれた。 1918年11月のドイツ革命と同時に君主制が崩壊したため対抗制止の身分を失った。1931年5月、父の反対を押し切って国家社会主義ドイツ労働者党に入党し、同党の親衛隊に加わって1936年には親衛隊大意に昇進した。第二次世界大戦中はドイツの占領地域デンマークに駐屯し、 デンマーク駐在のドイツ全権大使、ベルナーベストの副官を務めた。1944年の夏の数ヶ月間、フリードリヒ・フランツは武装新兵隊の戦車軍団に所属している。1941年に、ブレスラウ出身の下級貴族の娘カリン・フォン・シャーパーと結婚した。この結婚は、メクレンブルク家の家内法では、帰戦結婚とみなされ、 1943年にメクレンブルク大公家が招集した評議会の決定により、大公家の資産相続権を弟のクリスティアン・ルートビヒに譲ることを余儀なくされた。1967年にカリンと一旦離婚したが、10年後の1977年に復縁した。カリンとの間に子供はなかった。1996年にクリスティアン・ルートビヒが男子のないまま死去すると、 フリードリヒ・フランツは、メクレンブルク・シュベリン家最後の男子となることが確実となった。また、メクレンブルク・シュトレーリッツ家の生着の家系は1934年に断絶しており、継承権のない文家のカーロフ伯爵家が養子に入って加盟を受け継いでいったため、メクレンブルク家全体で見ても最後の生着の男子であった。フリードリヒ・フランツは2001年に死去し、 ドイツで最も古い諸公家門だったメクレンブルク家の静着の系統は断絶した。ありがとうございます。